ウラジーミル・レボネフスキーは、社会活動家と、元ストライク委員会議長である、元政治集、バレリー・レボネフスキーの息子である。1986年1月28日、ウラジーミルは大家族で、グロドの市で生まれた。2010年、グロドの国立、ヤンカクパーラ大学の数学と情報学部を卒業した。2年後、彼は、 ポズナンアダム・ミツキエウェッ大学の法律と管理学部を卒業した。2012年からポズナン経済大学の情報システム講座の大学院生である。市民の権利を守る抗議の構成に積極的に参加し、様々な企業家のストライクと集会を準備し、ベラルーシ国立ストライク委員会副会長で共和国のビューレティンの副編集長である。 再三に当局から弾圧を受けた。例えば2004年5月3日に起業家の時抗議の時、ウラジーミルが13日に刑の宣告された。2004年から2006年、ウラジーミルはストライク委員会議長勤務をしていた。その時に委員会が、自分の活動を広げて積極的に受刑者の権利を守る活動をしていた。2011年から2012年、 ウラジーミル・レボネフスキーは、大学生の代表として、ポズナン・アダム・ミツキエウェチ大学の法律と管理学部の理事会に参加し、大学生議会密接に協力していた。2013年、ウラジーミルは、ポズナン経済大学の大学院生評議会の副会長であり、2014年に情報と電子経済学部評議会のメンバーである。および、2013年から2014年に、 共和国の国際科学会議の実行委員会に加えている。ありがとうございます。